最近やはりフェンウェイかなり、練習してますから、うん、強くなりましたからね、かなり、うんうん、そうですね、まあ、青プロもいやフェンウェイは強いよってずっと言ってましたね。なるほど、鉄拳士滅さばいている。あ、しかし体力リードは外れメタルです。エクスカベイダー選ばれたステージはランダムですが、うわヘリ、Gコップヘリパッド、さあ三角コーナー、しかしアンチェンアッパーで脱出、よく抜けたな。ダクスン、おお見事だ、中段攻撃。さあ追いついてきたぞ、どうする、外れてる。もう一度アンチェンアッパーで脱出を図るが、今度はガードしています。伸びのガードが崩せない。スカースに飛びましたね、ハズルメタルフライハイ。1ラウンド先制はハズルメタル、いやだったな、もっとさらいい具合に作用するんですよね、うん、エクスカベイダー大ダメージになってます。体力半分奪っているハズルメタル、ハズルメタル優勢で試合が運ばれていきます。ルーザーズ5回戦の模様。ハズレメタルも、ね、確か1ポイントぐらい持ってるんですよね。ドビも1ポイントかな、確かこのランキングで言うと、おそらく。なのでゼガヒでもね、それ以上のポイントが欲しい両名です。鉄拳オンラインチャレンジランキングバトル、うわー遅らせてからのローキック、背面遅らせローキックでしたね。1ラウンド、しかしかなりギリギリの試合を展開しています両雄。どちらが勝ってもおかしくない。ここはカウンター、エクスカベイダー減るな、やっぱり減ります。ダメージ減ったとはいえ割と高ダメージ、ガードシールうまい、テッサをガードしています。しかしここでいわゆる韓国式起き上がり、いやいい選球だった。いやしかしスカシカクテ、グランドハンマーから壁だけ、うん、今壁に当てるつもりだったんでしょうかね。うん、おここはローキック、取っていきます。ハズレメタルリーチをかける。ハズレメタル2ポイントですね。あ、ハズレは2ポイント持ってる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。伸び1ポイントですね。伸びですと。だポイントではじゃあハズレメタルの方がランキングが上位にいるというところですね。そうです。はい。投げ抜けさせて壁に対は。うまいですね。うまいですね。壁に叩きつけている。さあリベンジを果たしたいハズレメタル。よし来た来た。今のはワイフェンの動き、壁際迷わず前走で打ってきた。やった前走、はい、壁際の前走見たことある2015年あたりから見たことありますキング総会。しかしエクスカベイダー仕留めていった。まずはハズレメタルです。いやー、空通しましたね。さあノンピーはまたしてもキャラクターを変えてきました。マードックで、マードック、おお。なんだかんだ言って完全に滅なもすごいな。すごいですね。やはり鉄拳プロゲーマー山佐のび、タックル右打ちは抜けています。このマードックもね、その非常に、ね、強化を受けているキャラクターの一人、鉄拳セルシーズン 4.20 のね、で段階では非常にパワーアップしているキャラクターの一人です。マードック、グレグマードック、鉄拳4から登場したキャラクター、バーリートゥードを使うキャラクターです。壁際の攻防、レイジ状態のハズレメタル、しかしこれが怖い。どうだ、おお、ニースリングですね。同じような飛び蹴りを持っている。うん、一回匂わせましたよね。いやしかし、この今のその右パンの前、右パンですかね、そのカウンターの取り方が非常に前ですね。ハズレメタルちょっと当ててますよね。うん、シャカパンでは嫌っていくのは伸びです。口当て見事拾っている。カニバサミから横転でうまくかわしているのはハズレメタルです。 1P、2P が入れ替わる。ゲダンガードしています。アイに行かない、アーリア、あーっとモンゴリアン、あ失礼、サルコンパンチでしたね今の。サルコンパンチ、さあノビのマードックピックがかなり刺さっているか。2ラウンド先制している。2試合目倒して右打ちに行く。シャカパン、あ、打ち、アンチェンやっぱガードしています。ノビガードが硬い。技の打ちどころさえ分からられてしまうとかなりハズレメタルとしては苦しい戦いが続く。エンドミル2つ大きなダメージになっています。ノビはレイジ一歩手前というところ。ここでクローザーストライクがカウンター、中段のカウンター奪っていく。運んで壁際タックルを重ねたいノビ、これ
いやしかしオーバーキル、うお決まってしまう、まさにオーバーキル。やるわ、ちょうどくらいじゃなかったんだ、ぴったりぐらいですかね今のね。うん、外れめたらここで勢いつくようなアーリータックル、連打からスライディングに行きます。さらにしかし伸びも負け一度、外れめたらの動きを止めたい。バックダッシュ、見事なバックダッシュで技すかし合っている。アンチェンパ、アンチェンやっぱとクローズアウト打ち合いになるか。ここで来た、アンチェンパ均衡を破ります。壁を背負っているのは山園 B。 マジこの2キャラ、用心さん解説に欲しいな。確かに。バンザイがめくる。ネタ？めくりバンザイですね。めくりバンザイ。ネタっぽいな。ネタっぽいっすね。起き上がり、かしる？起き上がりのネタっぽいっすね。ここで後がなくなりました、山園 B。ただこのマードックの起用っていうのはおそらくその、この今後の戦いも見据えてというところでしょうかね。さあ君から見て右打ちは抜けてる。あると思いますね。ゲダのガードしてチカパン、アンチンヤッパ、さあタックルに行く、必要にタックルに行きますが、ここはしかしタックルを切っているのが外れてる。よく切りますね。そうですね、集中する。ここで来た、チャプ高いし、最後は中段取り切っていきます。ステージはしかし狭めにしましたね、スークステージ。あースークで、うん、なるほど、考えましたね。うん、まあ、先ほどのそのニーガンステージ見づらかったですし、壁に救われたっていう1試合目かなりね良かったですからね。先手取りたい、アンチェンやっぱ長いリーチを生かしてきます。ハズレメタル 2P 側に回っている、壁に落ち込んでいるのはハズレメタル。山さん伸びどうするか、バイソン砲でこれいきますね。はい、さあ殴り合いだ、ガードしてワンツー、どうする、バチバチの殴り合いになっているぞ、どちらも譲らない。左手を忘れた。ボタンの試合を制します、ハズレメタル。これは後ろには行かせません。下段2つからサルコンパチ、これはしかしガードしてアイアンブレイクを返します、確定反撃。うん、あ、そっか長いから安定するんだ。そうですね、プレッシャーをかけるのは山さん伸び、しかしハズレメタルそれを切り返していく。壁を背負わせてはいるのですが、伸びがなかなか手を出せない。そんな時間が続く、ラインは中央へ、ステージの中央に戻ります。両雄置いてある、始めたら、なー両方かなりどっしりとした構え、伸びが攻めあぐねているか。あ、違う、マインド取り合いになってますね。はい、さばいて、さあ時間が少なくなってきた、これは体力を逆転するには至らない。どこから行く、中段、もう一度中段、しかしスカルプス2で打ち落とされてしまった。うん、5秒、おお耐え切った。そんなバカな、俺は耐える、アンクリングでレイジドライブを耐え切った、外れメタル、リーチをかけます。打撃投げだから耐えたと、そういうことですね。しかもその後の選択肢も見事でしたね。アンチェンやっぱですかね、言ってましたかね、アンチェンじゃなくて 4LP ですね、 3LP、 左やっぱ 4LP か、うん、あーなるほど、後ろっぱ、さあレイジドライブ中段落とす、これはでかいんじゃないか、お、どうだ、あと2チャンスほど必要だぞ、きたー、ドクラスバッシュ、いったドクラスバッシュ、今That type of pride ain't good for your health.